はい、ということで皆さん、今緊急で動画撮ってるんですけど、マリオカート8デラックス、アップデート来ましたね。第6弾のコース追加されてから、もうアップデートないかなと思ってたんですけど、今回来たんで、ちょっと解説していこうかなというふうに思います。この4月1日のアップデート、なんとね、今見てもらったら分かるんですけど、まあ、キラーしかね、出なくなりましたね。まあ、今後これかなり環境変わってくると、思うんですけど、まあ、キラーしか出なくなったことによって、まあ、どう変わって環境がね変わっていくのかなって思った時に、まあ、今こう2段ショートで今私ね、まあ、世界一ここねコース取ったことあるんですけど、まあ、こういうねショートカットも練習しなくていい、まあ、強いて言うならばアイテム使う、まあ、ZL ボタンですか、まあ、そこをね押す練習さえすれば、まあ、かなり勝率上がってくるかなと。マップが黒いマップかなり黒くなってますけど、あ、これかなりね世界大会とかもうそういう人たちも環境変わって大変なんじゃないですかね。まあこうやってボタンを押したら勝手に運搬してくれるんで、まあマリオカートしながら、まあ、アニメ見たりね、まあ、お菓子食べたりできるわけですよ。まあ、大会の、まあ、ルールちょっと変わったりするのかなとちょっと聞いてみたところ、まあ、お菓子食べるにしても、あれですね、まあ、200円までしか食べれないんで、まあ、そのレギュレーション違反をしなければ、まあ、特に、まあ、今までと変わったことはないっていうことなんですけど、まあ、自分はそんなね、楽観的に思ってなくて、これ1位でね、キラー使うとね、まあ、すぐ切れちゃうわけですよ。まあ、そういう、だから、読み合い、新しく読み合いだったり、このキラー使ってどこで切れるか、まあ、これを把握していかないと、まあ、勝てていけないと思うんで、皆さんもね、しっかりその辺は今後、まあ、いろんな方に実況者がね、動画出すと思うんで、まあ、そこで勉強していったらいいかなと。まあ、こういう人とかでもこうゴルゴルしていけるんで、まあ、練習はしなくていいです、マリオカーと一緒。キラーはもうこれでゴールまで運んでくれるんで、まあ、キラー使うタイミングともう連打力ですね。まあ、ここだけ皆さん磨いていければ、マリオカーと今後、まあ、勝っていけるんではないでしょう、ということで、ね、まあ、皆さんね、今後の環境、楽しんでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。